48号発特急黒潮22号新大阪行きご利用のお客様は2番乗り場までお越しください。列車と5分目到着いたします。折り返し12時23分発特急南紀6号名古屋行きが2両で到着いたします。12時23分発の特急南紀6号名古屋行きです。自由席は1号車です。特急南紀号車内販売自動販売機はございません。特急南紀号に車内販売自動販売機はございません。あらかじめお買い求めの上ご乗車ください。途中新宮、熊野市、尾鷲、紀伊長島、伊勢谷、滝、松坂、津、鈴鹿、四日市、桑名の順に止まります。終点名古屋には16時10分、4時10分に着きます。12時23分発です。発車まで8分ほどお待ちください。いたしました。特急南紀6号名古屋駅まもなく発車いたします。いたしました。ご乗車ありがとうございます。特急南紀6号名古屋行きです。自由席は1号車です。次は新宮です。12時42分に着きます。新宮の次は熊野市13時4分、尾鷲13時31分、新長島13時53分、伊勢谷14時22分、滝14時47分、松坂14時55分、津15時12分、鈴鹿15時25分、四日市15時33分、桑名15時45分、終点名古屋には16時10分、4時10分に着きます。次は新宮です。お出口右側です。
新宮です。袖口右側3番乗り場に着きます。普通電車紀伊長島行きご利用のお客様、見ました、同じホーム向かい側2番乗り場13時26分発です。新宮
後の次は駒の市に停まります。特急南紀6号名古屋行きです。次は熊野市に止まります。前の車両1号車自由席、後ろの車両2号車指定席です。特急券指定番号の席にお座りください。感染症対策のため座席を回転してのご利用はご遠慮いただいております。皆様のご協力をお願いいたします。終電名古屋まで車内販売の営業、また自動販売機の設置ございませんので、あらかじめご了承ください。45分の発車です。しばらくお待ちください。南紀6号名古屋行き、まもなく発車いたします。次は熊野市に停まります。ドアを閉めます。ご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。特急南紀6号名古屋行きです。新宮から乗務員交代いたしました。運転士北住、車掌ひろでです。途中の先までご案内いたします。この先熊野市、尾鷲、紀伊長島、伊勢谷、滝、松坂、津、瀬塚、四日市、桑名の順に止まります。途中の滝には14時47分、松坂14時55分、津15時12分、終点名古屋には16時10分の到着予定です。2両で運転しております。前の車両1号車自由席、後ろの車両2号車指定席です。お手洗いの設備、各車両のデッキにございます。お客様にお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審なものや行為にお気づきの場合や迷惑行為を受けたり見かけられた時は車掌または駅係員まで出してください。緊急を要する場合には車内の SOS 装置のある非常ボタンを押して乗務員まで出してください。なお非常ボタンを押されますと急停車しますのでご注意ください。感染症対策のため車内ではマスクの着用にご協力いただき、通話時はデッキをご利用いただくなど周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。また座席を回転してのご利用はご遠慮いただいております。皆様のご協力をお願いいたします。次は熊野市、熊野市です。
熊野市です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。熊野市を出ます。次は野和瀬に止まります。前の車両1号車自由席、後ろの車両2号車指定席です。自由席ご利用のお客様にお願いいたします。座席の上に置いておりますお荷物などは膝の上や荷棚の上に置いていただき、一人でも多くのお客様がご着席いただけますよう周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。まもなく発車いたします。
ドアから手を離してお待ちください。尾鷲を出ますと次は紀伊長島に停まります。次は紀伊長島に停まります。前の車両1号車自由席、後ろの車両2号車指定席です。自由席本日混雑いたしましてご迷惑をおかけしております。譲り合ってご利用ください。ご協力をお願いします。まもなく発車いたします。ありがとうございます。特急南紀6号名古屋行きです。紀伊長島、三瀬谷、滝、松坂、津、鈴鹿、四日市、桑名の順に停まります。以上で運転しております。お手洗いの設備、各車両の電気にございます。次は紀伊長島、紀伊長島です。
飯長島です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。飯長島を出ますと次は三瀬谷に止まります。特急南紀6号名古屋行きです。次は三瀬谷に停まります。前の車両1号車自由席、後ろの車両2号車指定席です。
は左側です。ドアから手を離してお待ちください。店なりでお降りのお客様、お忘れ物のないよう身の回りよくお確かめの上お降りください。またお降りの際は足元の段差にご注意ください。店なりを出ますと次は滝に止まります。
多岐までの途中の駅ですが、反対列車待ち合わせのため停車いたします。しばらくお待ちください。
発車いたします。足元にご注意ください。
がとうございました。まもなく滝に到着です。出口は左側2番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。乗り換えのご案内です。さっきから先、三宮線、伊勢市、二見の浦方面、快速三重11号、小林行きは14時59分、橋を渡られまして、4番線からです。三宮線の止まる宮川方面、各駅に止まります。普通列車の小林行きは15時21分、同じく橋を渡られまして、4番線からです。先で降りのお客様、お忘れ物のないよう身の回り、横を確かめの上、お降りください。また、お降りの際は、足元の段差にご注意ください。ご使用になられた座席のリクライニングなどは、元の位置に戻していただき、次にご利用されるお客様が快適にご利用いただけますよう、皆様のご協力をお願いいたします。途中、反対列車遅れのため、2分ほど遅れての到着です。お急ぎのところ、ご迷惑をおかけいたしました。先を出ますと、次は松坂に止まります。15時33分、桑名には15時45分、終点名古屋には失礼いたしました、終点名古屋には16時10分、名古屋には16時10分の到着です。列車2両での運転です。
前より1号車、あてより2号車です。前より1号車は自由席、あてより2号車は指定席です。決勝室の設備は1号車、あてより2号車、前よりそれぞれついております。この列車、担当いたします乗務員がありまして、運転士、吉山、車掌、入り替えが案内をいたします。お客様にお願いいたします。携帯電話、スマートフォンのご使用は、マナーモードに切り替えていただくなど、周りのお客様のご迷惑がかからないようお願いいたします。通話の際のお手数ですが、電気にてお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、車内ではマスクを着用にご協力をお願いいたします。また車内では極力会話を控えていただきますようお願いいたします。お待ちいたしました。次は松坂に通ります。次は松坂です。
とうございます。特急南紀6号名古屋駅です。次は津に止まります。次は津です。信号確認のため別車一旦停車となります。
車でございます。大分県に着いております。次です。出口になれば3番線の到着です。ドアから手を離して待ちください。近鉄線の乗り換えです。乗り降り列車、鉄道出ますと次は鈴鹿に停まります。鉄道出ますと四日市までの間は JR センター列の西鉄道線を通ってまいります。この先、規制線ご利用客様、乗り換えです。規制線この先、西鉄道下の島方面、普通列車、亀山行きは15時19分発、次は下の島方面、向かい側4番線からです。鉄道線普通列車四日市行きは15時43分発、乗りは1番線です。降りられば送客様、車内に忘れ物、忘れませんよ、お気をつけください。どうぞ、乗り込みました。まもなく1に到着です。
道電鉄と間もなく鈴鹿に停まります。鈴鹿です。出口は左側です。窓から手を離して待ちください。鈴鹿を出ますと次は岩下一に停まります。降りられましょう。お客様と忘れ物は赤い水道をお気を付けください。鈴鹿に到着です。
離してお待ちください。四日市を出ますと次は桑名に停まります。乗り換えに案内いたします。四日市から次南四日市川原田川名方面各駅に停まりますし、快速亀山行きは15時41分降りた通り向かい側1番線です。この先関西線各駅に停まりますし、普通列車名古屋行きは15時37分発時着きます同じ方面向かい側1番線です。設営列車名古屋駅ご利用のお客様、降りた方面向かい側1番線の列車を乗り換えください。まもなく四日市に到着です。
お車でございます。おかけ、桑田に停まります。桑田です。出口は左側です。あなたにお話しお待ちください。近鉄線、両路鉄道線、詐欺鉄道はお乗り換えです。トリックさん、桑田を出ますと、次は終点の名古屋に停まります。取り上げますお客様、まずお電車の忘れ物、無線用信号を気をつけてください。おかけ、桑田に到着です。
でございますが、信号確認のため列車一旦停車となります。信号確認の次の発車となります。
上駅でございますが、列車一旦停車となります。
乗車ありがとうございますと終点の名古屋に到着です。お手荷物など忘れるものなさいませんよう今一度お確かめの上お乗りください。特急南紀号ご利用くださいましてありがとうございますと、この先も気をつけて お越しください。終点の名古屋に到着いたしております。この列車はこの後車庫に控えます。引き続きご乗車いただけませんご注意ください。両端までなのでご注意ください。